はい、かずや TV ご覧の皆様こんにちは、今回で13回目となりました。今回はね、僕の大好きなお友達、ピアニスト作曲家の菊池健太郎君を呼んでます。あ、どうも菊池です。そう、僕たちはね、トライアングルゼロというユニットを組んでます。まだ活動がね全然、具体化してないんですけども、今年の12月ぐらいにはちょっとワンマンライブをやりたいと思ってます。で、今回ちょっと菊池くんに、落ち着きのない菊池くんにちょっと質問したいんですけども、菊池くんにとってのドラムって何ですか？はい、あ、ドラムですか？はい、まあ僕ドラム、昔ドラムやってたんですけど、僕よりね、上手いドラマーじゃないと僕の曲のドラムは任せられないと思ってて、まあ、ずっと何年も何十年も経ってしまいましたけど、やっと巡り合ったなという、小高君に巡り合って、この人ならドラムを任せられるだろうと。あ、それドラムに関してじゃないね、小高君に関してになっちゃった。ああ、そういうことでいい。あ、はいはい、そういうことでいくら欲しい、いくら欲しいの。自分にとってもそのピアニストっていう、そうですね、作曲家、菊池健太郎君に憧れてますね。いや、でも本当に自分がまた楽器をやるんだったらドラムなんですよ。だけど憧れの楽器ってやっぱピアノなんですね。だからすごく好きで、菊池君のなんかその心に響くメロディーとすごく繊細なピアノのタッチですかね、まあ、すごくいつも一緒にやりながらなんか涙が出てくるっていう、すごい僕の心に響くイメージなんです。だからずっと一緒にやっていけたらなって思いますね。そうですね。というわけで、まあ一曲まさかね、